ちゃん。こんにちは、豊さん。はい。今日は大丈夫中日というお話です。まあなあ、はい。ちょっとなんか全体的に見ると取り残されてる感があるよね。はい。プラス内部というか、もう一応なんかこう大丈夫なのかな、選手首脳陣とか含めて、その中のこと、ベンチの中のことも大丈夫なのかなっていうのが、やっぱりドラゴンズファンがずっと今シーズンも言われていることで、まあ一番最初ことの発端は立浪監督が就任したそのキャンプで笑顔禁止みたいな感じになったところから、伏線はずっとこうなんかファンの間ではつながってるんですけれども、先日の近藤投手のその62球投げさせたというところもあったりとか、さらにその1週間前2週間前には令和の米騒動というのも起きてました。ああ米騒動、米騒動です。米一揆じゃないですけれども、ああ年貢を納めなかったっていうんじゃないだろうな。年貢納めないので米ダメみたいな。これはですね、ケータリングの話なんですけれども、 ある日突然炊飯器が忽然と姿を消し、白米は小さなおにぎりのみとなった。何の前触れもなく、どこからの説明もないまま、紙切れ1枚で主食を召し上げられたナインは不満を爆発させたということで、これが立浪監督の一声で炊飯器がなくなったそうなんです、というのもきっかけが細川選手、夏場に入って調子が落ちてくると、食うからなあいつは。すごい食べるんですね。立浪監督がご飯の食べ過ぎで動きが鈍くなったからだと考え、改善策としてお米のいわゆるご飯の準備をやめさせた。そうしたら成績がまた上がってきたので、じゃあ他の選手もお米食べなきゃいいじゃんとなったと、チーム関係者は話しています。しかしながら選手側には全員に連帯責任を取らせるやり方を犯し、食事の取り方に問題がある選手だけ制限をかければいい話ではないかと困惑で、そこにマルティネス投手がライデルですね、なぜ白米が提供されないのと強く訴えると、絶対的な守護神がへそを曲げてはチームが立ち行かないとの判断が働いたのか、わずか1日で投手陣にはどんぶり飯が復活ということで、未だ制限がどんぶり飯食ってんの投手陣試合前に、はい、投手陣だけです、はい、ということで、未だ野手陣は制限が続いているというのが、これ8月23日の記事なので、この動画が出る頃にはもしかすると野手陣も白米も OK になってるかもしれないですけど、ひとまず投手陣はすぐ OK になったんです。でも野手陣はまだ未だに制限が解かれてないというところで、これが一応ファンの耳にも広がり、令和の米騒動ということになって、今中日これ人を入れてさ、はい、まあ、栄養管理士とか、はい、ね、動く前にはこういう食べ物とか、はい、やってんじゃないの、どの球団も。普通そうですよね。だからその試合前にはこういう食べ物を取った方がいいよとか、はい、そういうことやってんじゃないのかなと思うけどね。普通管理士さんとかついてるはずなんですけれどもね、うん、やっぱダルビッシュとかそういう言ってたけども、食べるものっていうのはすごく大切で、はい、終わってから摂取するものと、やる前に摂取するものっていうのは全然変わってくると思うし、科学的にやった方が、はい、まあ、ここまで科学が進んでて、体のことも分かってて、我々の頃はさ、そう言っても、はい、これはサッカー選手から聞いた話でね、はい、スパゲティっていうのはすごくエネルギーになると、すぐに変わるっていうから、俺は大体その試合前とかはスパゲティを少し食べるとか、はい、そういうことにしてたんだけど、うん、まあ、白米っていうのはそんなに食べたことない、おにぎりがあったらおにぎり1個食べるぐらいで、はい、あんまり取らなかったんだけど、その米騒動に発展してるんだ今。米騒動、やっぱりこう、ね、何を取ったらいいかっていう自分のその生活スタイルだとか、はい、ルーティンみたいなのがあるだろうから、うん、まあ、それを制限するとちょっと選手はやりにくくなるかもわかんないな。そうなんですよ。で、朝礼母会でそのライデルの一言で投手陣は丼飯に変わったのが、なんで野手陣はそのままなんだみたいな。そう、俺に聞かれてもわかんねえよ。ただ丼飯食べるかね。やっぱそれが、まあ、やっぱりあれかな、そのリリーフ陣とか、うん、やっぱ待ってる時間があるから、うん、はい、まあ、取っとくのかな、もしかすると、うん、かもわからないけども、はい、米がどうなのかね、どうなんでしょうか。ただその米を食べなくなったから細川選手のじゃあその調子が上がってきたと因果関係が本当に実証されているのかっていうのも、そこは分からない、からないし、まあ、まあ、でもさ、好きなだけ食えばいいってもんじゃないからね。まあ、動けなくなりますしね、だから、まあ、難しいけどさ、はい、
で、ある選手がこの米禁止ってなったことについて、はい、この時代に白米がしっかり食べられないなんて夢にも思わなかった、しかも同じチーム内で食べられる人とそうでない人がいる、もはや令和の米騒動ですよと呆れ顔。さらに2軍は全選手が丼飯 OK、16日の巨人戦前の円陣では1軍に昇格したばかりの石垣選手が、今日食堂入った時米がなかったので今日は米米クラブではなく米なしクラブで行きましょうというふうな声出しもしていたと。なんだよそれ。ちょっと辛いねそれ話聞くとな、はい、いろいろそのことですら問題になる問題になる。プラスこの米騒動の1ヶ月ぐらい前の時に、まあ、これは冗談なのかもしれないんですけれども、その試合目の練習かなんかの時に、その下から上がってきた新人のキャッチャーが練習してる時に、立浪さんが、まあ、冗談でだとは分からないですよ、思うんですけど、水飲んだらダメだからなみたいなことを、まあ、笑いながら言ったと。そしたらその新人くんキャッチャーはそれが水飲んじゃダメなんだと思ってびっくりしちゃったと。そしたらコーチがパッと走っていって耳元で、今すぐ飲め、今大丈夫だっていうふうに言って飲めたというのも記事には出ていたりとか。いや、それ冗談で言ってんだろ。多分それ冗談だけども通じなかったという。まあルーキーだしな。はい。あ、本当にダメなんだ、うん、みたいな。間が悪いな。で、この間の62球の近藤選手の登板で、まあ、声をかけなかったとか。なんて言うでしょう、そのちぐはぐさというか、選手と首脳陣の間の亀裂だったりとか、そういうのが今結構取り沙汰されてしまっていると。まあ根は深いな、まあね、完全に溝はできてるな、うんうん、まあそれを埋めるには勝っていくしかないんだけどね、まあ、本来はそうですね。そう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 、どんなことをやったって勝っていけばさ、うん、その溝って埋まるし、チームっていうのはだん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 一つになっていくもんだけどもさ、うん、このままじゃやっぱこう勝てないな、なかなかな、うん、まあ士気というものも上がってないし、はい、だからそれはやっぱ辛い状況にはあるよね、中日はね。そうですよね、うん、あとはそのコーチの方が、例えば選手と監督の橋渡しだったりとか、でも今のめ、今のめって言ってんでしょ。、はい、それいかんよな。そうですよね。それそのコーチが、まあ、お前監督は冗談で言ってんだから飲んでいいよって言えばいいのにさ、はい、耳打ちで今の前、今の前、本当にダメじゃん。そんなん、いや、そうなんですよね。やっぱり若手もが今その野手陣って多いので、やっぱりその監督が怖いとか、あとはその昭和と令和で指導の受け方の感じ方の違いとか、まあ、指導というよりも冗談も、うん、全然違うしな。、うん、いや、そうなんです、昭和の冗談と令和の冗談は違う。今ガチョーンって言っても受けないでしょ多分。大丈夫ですかって言われますよね。そうそう。いや、だからまあ冗談まで変わってきてるからさ、うん、やっぱ言葉尻とかね、うん、そういうのも気をつけなきゃいけないし、だけどコンプラってあるけど、スポーツ界である程度のことを破っていくようなことがないとね、うんうん、このままこう選手ファーストでやってたらチームはバラバラになるよ。まあそうですね、選手言いなりのにはもちろんなってしまうんですけど、いや、だからそういう意味ではやっぱコンプラを誰か破っていかなきゃいけない、指揮官出てこないといけないんだけどもね、うん、まあそれは岡田監督が破ってるし多分。でも岡田監督のこういうのってあんま出ないじゃないですか。強いからね。まあ強いっていうのもあるし、うん、その白米もちろん禁止にはしてないでしょうし、野球のことだけしか考えてないんじゃない。だ、なんで白米一気に全部なんかこうトップダウンなんですかね、誰かが止めるとか一旦。まあでも監督も自分の経験からね、うん、そういう話を言ってるのかもわからないし、試合前にあんまりやっぱりたくさん取るとさ、ちょっと食いすぎたかなと思うとやっぱり動きが悪くなったりとか、そう感じる時はあったよね、うん、だからそれは選手の自覚に任しとけば、うんうん、そうですよね、まあいいと思うしね、全部禁止ではなくて、だから それ制限しちゃうとさ、うん、今まであった環境が変わっちゃうとこれまた問題があってね、はい、やっぱりいろいろ不満も出てくるだろうし、はい、だからまあそういう自覚っていうのを促すっていう意味ではさ、うん、まあ例えば細川が食べ過ぎであれば、うん、ね、ちょっと今日だけ丼飯3杯食うところを1杯半ぐらいにしといてみる、うん、とか、まあ、それでちょっとやってごらんとか言ったら、そしたら座席目からキレは出てくるんじゃないのとか、うん、まあ、エネルギーは必要だからさ、なんか摂取しないと、はい、それは体が持たなくなるしね、うんうん、バリー・ボンズっていう人がいて、はい、その人の話を聞いたら5食ぐらいに分けるんだって、
あの一番いいって言いますよね。そうそう、でね、ちょこちょこ通ってるんだって、うん、だから試合前もちょこちょこ、うん、試合途中でも食べる時があって少しだけ、はい、で終わってから食べるという、うん、だからまあそういう食事方法っていうのもあるよね。そうですね、うん、あとはやっぱり食事方法でもその投手と野手で差が出ちゃってる、投手はいいけど野手はダメとか、そうするとやっぱ野手陣もなんでこんな不平等なことが起きてるんだろうとか納得いかない、まあ、食い物の恨みは恐ろしいからね。そうです、やっぱ食べ物はそうなりますっていう、そのこっちは OK にしてて、うん、なんでとか不満とか疑問っていうのがやっぱ出てきちゃうのは当たり前だよ、まあ、だから説明不足なのかも分かんないな、うんうん、なぜこうしたか、はい、なぜこうするっていうことを事前に伝えなきゃいけないよね、ちゃんとね、はい、うん、だからその伝達ということが少し怠ってるのかもわからないね、まあよくわからないけどね、わからないけど疑問に後で思うっていうことはさ、うん、やっぱ説明を受けてないっていうことだから、はい、だからまあそこら辺はこうしっかり説明義務はあるよね。そうですね、うん、あとコーチと監督との関係性とかっていうのはうまくはいっているんですか？旗から見てて全然いいですけど。いや、それはやっぱり指揮官のもと志一つに集まってる人間が全部だろうから、うん、それはそう信じたいけどね、うん、そうじゃなかったらやっぱもうチームは動かないしさ。そうですよね、うん、なんかまあそこら辺が通気性がいいといいなとは、まあそうだね、うん、思いますし、あとやっぱりそのどうしても若手の選手が今増えたっていうところで、うん、例えば守備のミスであったりとか、この前も内野手がピッチャーがピンチの時に宇佐美選手しか寄っていかずにあと行かなかったとか、そういうところのなんて言うんでしょう、まあ、経験不足だな。自分たちのことでいっぱいだしさ、はい、自分たちがエラーしてるのに頑張れても言えないじゃない。あ、だからまあそこら辺のいたし返しみたいな、はい、そういうものもあるだろうし、うん、ただ中日をこれから立て直すのに、うん、ドラフトの失敗っていうのが何年かずっとつながってるよね。それはもう結構前から、ね、前からだね。だから今現時点の状態がまあ悪いのはもうこれは遡るしかない、うん、それはね、外野手が何十人おったんかな、登録が外野手ばっか取ってた時ありましたね。そうそう、で内野手がいないというね、はい、まあ、そういう現状もあるし、だからドラフトの失敗っていうのがここに来て溜まったものが吹き出してるというような、そんな感じもするし、だからやっぱりまずはドラフトを見直していかなきゃいけないよね。まずそこですよね、うん、それと、まあ、ドラフトの失敗ということはレギュラーを与えたいっていう選手っていうのがやっぱ少ないんだろうね。うん、そしたら入れ替わり立ち替わりっていうメンバーになってしまうよ、うん、これはやっぱり調子が悪い。でも将来的にレギュラーこれ一本でいけるかっていうと不安だと、はい、そうなってくるとちょっとこっちを試そうとか、うん、やっぱそうなってきちゃうんだよね、うん、だからやっぱりいい選手を取ってこないと、はい、なかなかこう難しい。そうです。で選手の質で戦うわけじゃないけど、うん、でも悪いよりはいい方がいい。だから今の選手たちが質が悪いっていうんじゃなくて、うん、今の現時点で言えば経験不足な人間がたくさんいるということ。そうですよね、うん、だから戦えなくなってるよな。そうなんです。だからある程度他の球団で苦労して出番をずっと我慢して待ってたやつが中日行くとなんか水を得た魚のように泳ぎ回ってるという、うん、はい、まあ、細川であったり宇佐美であったりとかさ、はい、やっぱ伸び伸びやってるというね、まあ、そういう現状で、じゃあこの2人がいなかったら今頃どうなってんだみたいなことにはなってるよね、うん、いや今グラウンドにいる中堅ベテランっていうともう大島選手とか、まあ、木下選手あたりしかいないっていう、うん、入れ替えって中堅ベテラン若手がいい感じに混ざり合いながらしていくものなのかなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱり一気に強いチームって、はい、見本になる先輩がいるんだよ、うん、はい、まあ、例えば今強い阪神であれば近本、左バッター、はい、近本にみんな似てくるよ。お、はい、で右バッター大山、うん、大山の形に似てくるよ、うん、まあ、巨人だったら坂本とかさ、はい、丸とか、うん、中田翔とか、はい、ああいうね選手たちにこう似てくるんだよね、うん、打てるにはどうしたらいいか。でヤクルトで言えば青木がいるベテラン、うん、左バッター青木に似てくるとか、はい、まあ、広島なんか伝統的に左バッターっていうのはずっとつながってるっていうのは、いい左バッターも多かったし、右だと大和浩二さんとかいろいろいいバッターがいたから、これが伝統的につながる。だからやっぱいい選手はいたんだけど尻切れトンボになっちゃってるよね。だから誰か
もう大出血してでもいいから、いい選手を取ってきてほしいな。より中堅ベテランのいい選手を、いい選手を、うん、中日に来て、中日をちょっと変えてくれんかっていうような、うん、お前がリーダーになって、うん、このチームを引っ張ってくれんかっていうぐらいの、まあ出血してもいいから、そうやってドラフトを成功させてやっていかないと、なかなか誰を目指すかっていうのが分からないよね。このままでいったら来年も状況が打破できないんじゃないかみたいな感じに。まあそうだね、このままではね。だからまあ大島が2000本打った、はい、で岡林がそれに続こうとしてる、うん、まだキャリア浅いけどね、はい、でもやっぱり大島を見てて岡林は学んでると思うよ、うん、はい、でベテランで学べるって言ったらそこしかないもんね。そうなんですよ。これはまた右バッターを真似することもできないしさ。そうですね、左なので。そうでしょ、いないですね、うん、だから岡林みたいな選手がやっぱ中日はたくさんいてほしいんだよ、はい、やっぱ打って守れて走れるという選手、うん、あの広い球場で戦う以上やっぱ足と肩がないとやっぱ辛いし、うん、はい、で長打なんかもう二の次だよね、うん、そういうところに着目していかないと、なかなかやっぱこうチームとして戦える姿勢はないよね。ホームラン待ったって出ないよ、なかなか。そうですね、そんな、うん、あの量産する場所ではないので。量産してたらすごいよな。いやそれはない、できないよ。だからやっぱ立て直すにね、うん、してみればちょっと時間がかかるけども、うん、育てられる人を呼んでこないとな。ですよね、うん、あとそのやっぱり取ってきた外国人選手がやっぱり当たらなかったっていうのも、まあ、これ賭けなのかもしれないですけれども、うん、そういうのもやっぱりなかなかそのチームが上に行かないっていう。いや、いなかったら取らなくてもよかったと思う。ああ、3人野手、うん、はい。アキーノどこ行った？分かんないです。今ねちょっとカリステが出てるんですけれども、アキーノとアルモンテ。アルモンテちょっとね、誤算というか、まあ、賭けのところもあるんでしょうか。まあでも人を育てるっていうのはやっぱり石の上にも3年っていうふうに我慢は必要だよね。ただそのパ・リーグの最下位の日本ハムとなんか状況がちょっと違うようにも見えるんですけど、それ何ですか？あのね、レギュラーを取れるだけの、うん、こいつが育ったらもう向こう10年大丈夫っていうような素材がいるんだよ、日本ハムは。あ、清宮だってそうだよ、万波だってそうでしょ。いや、そうですね。で磯畑なんて、うん、ね、格好の一番バッターに育ってくれたら、はい、そらあんな足あるしさっていう特徴があるでしょ、うん、はい。でね、中日の選手を見てると素材的にはすごくいいんだけど特徴が薄いんだよね、うん、何が売りなんだろうっていう、はい、だからそこら辺でもやっぱこうドラフトのあり方、うん、それはやっぱこうちょっと考えた方がいいのかなっていうふうに思う、ね、じゃあまず強くするにはまずドラフトのあり方をもう一度見直す、うん、あとはあと我慢だよ。我慢、うん、我慢する。やっぱこれは育つと思ったらずっとが、まあ、石川隆也とかね、うん、まあ、アクシデントがあっていい状態の時にまた離脱というね、うん、まあ、石川はやっぱレギュラークラスで育ってほしいなって思うけども、うん、今は立浪監督がよしこの選手だって思って使ってる選手っていうのは何人いるのかなと思うと、うん、そんなに多くはないと思うよ、うん、だからそれだけ選手がいないっていう。ただ選手がいなくても戦うのがプロ野球だから、はい、それをどううまく使うかっていうのも手腕の一つだからね、はい、だからそこら辺は諦めてほしくないけど、うん、我慢しながら選手を育てて強くしていく。そうそう。でね、ファンっていうのはさ、やっぱこう見てて先が見えることに対してはやっぱ応援してくれるんだよ。先が見えなくなった時に不満が鬱積してくるという。だから先を見せてあげなきゃいけんな。そうですね、うん、今だと先が見えないっていう。今じゃね、空中分解しちゃってるのかなっていう、うん、だから米騒動なんかさ出る自体がもう先が見えないからそこに目がいってるわけじゃない。はい、いやいや米食べなくて調子が良くなったよみたいな、うん、ね、いやあいつはなんかあと2年我慢しようぜみたいな、ファンが言い出すと光は見えるんだけど、え、結局何やりたいのっていうことになってくると、うん、やっぱファンは先が見えなくなってしまうから、うん、やっぱ先を見せてやるような傭兵だとか采配、うん、だとか、はい、そういうのをしてほしいな。そうですね、うん、津波さんはこの YouTube にも以前ね出てくださったりとかもあったんで、だから応援してるんだけどさ、はい、なかなかやっぱこううまくいかないしね。指導って難しいんだろうなって思う、うん、でこの立場だとさ、うん、ちょっと嫌なことでも言わなきゃいけないんだよね。いや、まあ、やってる以上そうですね、うん、YouTube を、まあ、YouTube だからというよりもじゃあ
立浪がここに座って、うん、解説席に座って、はい、現時点での中日を見た時に何を言うかっていうのをちょっと考えてみたら、はい、答えは出やすいかもかな。一回俯瞰してみた方がっていう、うん、はい、もうしがらみとかいろんな選手の性格とかもう取っ払って、うん、なんか俺らが見てるのは素質を見てたりだとか、はい、いろいろするでしょ、うん、そういうふうに自分を置いて俯瞰で見る、はい、そうなった時にどういう解説をするかっていうことをちょっと考えるとまた変わってくるかもね。そうですね。でベンチを見た時にどう感じるのか、はい、自分を置いてどう感じるのか、うん、だからそういうことをするとちょっと変わるかもわからないね。そうですよね、うん、だから本当にね、今年の確かスローガンが中日ってオールフォービクトリー、勝利のためにみんなでっていうことをスローガンに掲げて、まあ、やっているので残りねもう30試合弱ですけれども、ね、ファンがやっぱりね応援したくなるような期待を持てるような。そうだね、うん、だから残り30試合だとしたらさ、はい、もう消化ゲームだよ、はい、はっきり言ってね、うん、そうなってくると来季に向けてどういう布陣を組んで、うんうん、どう戦っていって来年こういう戦い方をしますよみたいなのをメッセージとしてファンに残してあげると、それに夢を託すファンっていたとしたら来年からはまた応援してくれるし、はい、だからそういうふうに立て直していってほしいなと思うね。そうですね、やっぱり強い新しい中日が見たいですね。そうだな、はい、はい。